いや、パパは頭おかしいだろ。嘘、いや、リッパー助けて任せろ。燃やし尽くしてやるよ。あ、なんだこれは。リッパー助けて。え、どうやって助ければいいの。あ、リンダか。気づかなかったわ。いたた。リッパー助けてくれてありがとう。まあどっちかというとジョナスの力だけど。あ、ジャイルズか。熱い、熱すぎる。熱くて熱くて消えてしまう。これじゃ蒸発してしまう。冷まさないと。雨降らせれんのかよ。パパに触れて分かったわ。パパ、凍えて固まっていく自分の体のせいで正気じゃなくなってる。リッパー、その炎でパパを温めてあげてほしいの。なんとかなる、そんなの。うわ、みんな捕まってる。先生たちが捕まってる。リッパー、早く助けなきゃ。任せろ。火をつけていくんだね。パパ、どうして、どうしてこんなことに。ああ、もう、くよくよしないって心に決めたのに。どうする。あ、レバーがある。あれ、あそこにレバー、何かありそう。私、先生たちを助けるために、バルコニーへの道を探してみる。だから、リッパー、少しだけ私を信じて待ってて、オッケー、任せろ。かかってこい。なんだ、お前は。かわいいな。どういう戦闘だ。目の前で娘が二つに裂けて、そこから溢れる悲しみ。誰も僕の気持ちなんてわからないさ。わかんねえよ。火をつけていけばいいのか。よし、結構連打が必要だな、炎をつけんのに。燃えろ。どうなったんだ、あったかいか。うん、レバーを引いた。なんだなんだなんだ。あ、燃料。リッパー、そのエンジンに火を灯して部屋を温めてほしいの。任せろ。隙ができたら私が先生たちを引っ張り上げるから、お願い、任せて。いや、なんだなんだ。次はいろんなバリエーション見せてくれんな。熱い。悲しい、悲しくてたまらない。誰か、いやー、まあ火つけるわ。メアリーのオッケーっていう顔が可愛い。どうだ、救えそうか。ナイス。どんどん頼むぜ。燃えろ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 。めちゃくちゃ簡単だぞこのゲーム。よーし。うわー、いっぱい出てきた。冷えちまう、俺の体が冷えちまう。燃えろ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 。でもゴリ押せばいいんじゃねえのみたいなとこあるよ。ゼナス、ナイス。あとはヨナだけか。絶対助けてくれよ。燃えろ。よし、ヨナも大丈夫か。ナイス。でどうする。あー、許せない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 。どうすんの。エンジン4機じゃ足りない。もっと温めないとダメだけど、もう灯せる場所が。待たせたな。誰誰誰。あ、お前ら、デビッド、ソン君。あはは、俺様たちが来たからにはもう安心。あは、正直ちょっと遅いかも。あー、ほんとごめん。すまんすまん。で、どういう状況なんだ。俺たちは何をすればいい。え、ソンは戦えるかもだけど、デビッド、お前戦えるの。とにかく部屋を温める必要があるの。何かいい方法はない。部屋を温める方法。そうだな。どうする、デビッド。あれならいけるかも。何？オッケー、やってみようぜ。何あれって。なんだ？あ、なんだ？どうだこら。リッパー、あとは頼んだよ。火を灯すのよ。ありがとう。お前ら役に立つな。ははは。何？僕が改心するとでも。いや、思ってないよ、もう。違うな。みんな一瞬地獄に落ちるのさ。いや、もうやってみろよ。お前優勢じゃないぞ、別に。うわ、墓がいっぱい。うわ、なんかやばそう。だけど何とでもなりそう。時間制限があんのね。いや、待て待て待て、結構大変。時間制限がありそうだけど全然勝てそう。よし、どんどん火を灯していけばいいんだね。いや、むずいむずいむずい。来るな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 。よし、邪魔だ邪魔だ。全てに火を灯していけばいいだけだね。間に合い間に合い間に合い。次は他は、あ、火が消えちゃうのか。
よし。いや、簡単っちゃ簡単だな。行ったり来たりしとけばいいの。だいぶ明るくなったな、右側は。どんどん暖かくしてやるよ。これでよかったのか。うわー、くそくそくそ、火が消えない。リッパー、まあお前は一人だからな。私たちリッパーに助けてもらったでしょ。今度はこっちが返す番だよ。何すんのお前ら。その通りだぜ。あ、お前手が生えるの。そうだね、みんなで押し返すよ。リッパー力を貸して。何、あ、連打しろ。オッケーオッケー、みんなの温かさってこと。4人の友情の温かさってこと。どういうこと。俺連打苦手なんだよな。でも燃えろ、とにかく燃えろ。いける、いけた。パパ正気に戻って。パパ正気に戻んのか。あ、バタフライエフェクトみたいになってる。ここで負けるルートもあんのかな。ねえトーマス、女の子の名前は何がいいと思う。実は決めてあるんだけど、メアリーなんてどうかな。うふふ、可愛らしくていい名前。どうしてその名前にしたいの。マリア、君の名前に似ているだろ。確かに。うふふ、あなたネーミングセンス面白いから変な名前じゃなくてよかったわ。ははは、まったく君はなんてことを言うんだ。あなたの名前は入れなくていいの。いいんだ、僕みたいに堅苦しい人間になってほしくない。それに君のように優しくて好奇心旺盛で元気な女の子に育ってほしいから。トーマス、ごめんなさい、最後まで一緒にいられなくて。私の体がもっと強ければよかったの。いいんだ、謝らないで。僕は知ってて君と一緒になったのだから。さあ体に触るから君はもう家に入って。あー、なんかね、私とメアリーにはあなたしかいない。何があっても娘は絶対守ってね。この約束をずっと守ってたのか。約束するよマリア。だったらそんな状態になっても娘だけは守れよ。どんなことがあっても君と娘は守るよ。見る影もねえじゃねえかよ。あ、元に戻ったのか。パパ、目が覚めた？メアリー、メアリーなのかい？そうだよ、ここまでパパを追いかけてきたの。ああ、メアリー、どうか君だけは僕を許してくれ。泣かないで、パパ。パパのおかげで私は生き返ってまだ人生を楽しんでる。僕を慰めてくれるのかい？君と君の友達にあんなにひどいことをしたのに。もちろん私の友達もパパを助けようと頑張ったんだから。それに私、パパに会えただけでとっても嬉しいんだよ。メアリー。こんなことを言うのはおこがましいけれど、僕に君を抱きしめる権利はまだあるから。もちろんだよ。こんなに泣いたのも、そして娘の温かさを感じるのもいつぶりだろう。僕は幸せ者だ。リッパー君、君が助けてくれたんだね。君の火は暖かい。ジャイルズの火だけどね。優しくてまっすぐ一点を見つめていて、そして勇気が込められている。彼のジャイルズの火に似ている。さあ行かないと。本当はもっとずっとここにいたいけど。メアリー、君はどうする。もちろんリッパーのとこに残るよ。彼と一緒に帰る。ああ、そういうことか。なるほどね。パパがくれたこの温かい命で人を助ける仕事をしたいの。モーリスが迎えに来るのかな。あはは、立派になったね。じゃあ俺も行こうかな。やっぱそうか、お前も一緒に行くのか、トーマスと。モーリス、ああ、モーリス、どう償えばいいか。僕は相変わらずだな。メソメソすんじゃねえよ。確かにあの時めちゃくちゃ痛かったし、死にそうだったし、死んだけどよ。でもまあそんなもんだ。お前の娘を思う気持ちも俺にはわかるからな。モーリスの髪の色とか、やっぱリッパーと同じってのはそういうことなのかな。
俺もジャイルズも怒ってねえ。だからもう泣くな。ああ、ありがとう。で、言わなきゃいけないことがあるだろ、俺に。ああ、ある、あるよ。本当にごめん、泣いてる。へへ、いいってことよ。勇者リッパーよ。なんてな、ここに連れてきてくれてありがとうな。なんだかんだ長かったな。まあ俺ってほとんどナレーションみたいだったけどさ、どうだった？俺役に立ってたか？いや、役に立ってた覚えはないですね。じゃあ最後にもう一つ。お前はこの後無事に家に帰れ。よし、じゃあ行くぞ。うん、そうだね。メアリー元気でね。君は一人じゃない。僕と母さんはずっと見守っているから。じゃあな、リッパー。そうか。マスター、起きろ、起きろってば。うわぁ、プッチ。うわぁ、よく寝た。あ、一体どうなってんだ。てめえじゃねえよ。なんだとこら。あ、リッパーも起きたか、よかった。みんな無事？ここは。広い駅のようなところでリッパーとメアリーが知らない誰かとお話ししてる夢を見た気がする。ああ、俺も俺も。この世界って変なことがたくさん起こるよな。うん。私、パパにお別れの挨拶ができたのかな。きっとそうに違いないよ。ヨナ様、ご無事でございますか？私は過去を変えてもヨナ様を生き返らせますぞ。クス、もう大丈夫だよ。ちょっとベタベタするけど。おお、無事で何よりですじゃ。およよよよ、およよよよ。ヨナね、素敵な夢を見たよ。そうですか。よかったですな。え、クソ首いて。あら、いつの間に眠っていたのかしら。なんだかドロドロしたものに襲われたような気がしたのですけれど、襲われてたよ、お前ら。きっと気のせいでしょう。え、てか、オーレリー負けんだね。オーレリーは、世界観ちげえから強えのかと思ってたわ。そうですわね。おかしな夢を見てしまいました。夢なわけねえだろうが。マジでこいつはどういう神経してんだ。そうだよな、院長。トーマスにモーリス。夢に出てた二人？ええ、二人とも僕の大切な友人です。変わった人たちでした。初めてお会いした時にとても会話が弾んでしまって。そっか、じゃあ大事にしてあげないとね。そうですね、ヨナ先生。皆様、寝起きのところ申し訳ないのですが、列車が無事動き出そう、動きそうです。はい、ですじゃ。確認漏れなしバッチリでございます。二人ともありがとうございます。お、ようやくこの列車動くのか。やっと帰れるんだな、俺たち。本に書かれた通りだと、人間世界の列車を元に作られたものらしいけど、空を飛ぶんだって。どういう仕組みなんだろうね。それすごい。なんだって、俺絶対窓際がいい。や、俺も窓際がいいよ、そんなの。先行ってるぜ。でもこんなに席があるな、みんな窓際取れるだろ。てめえ、デブ野郎、窓際マスターと俺様の席だぞ。いや、お前ほんと好きだな、リッパーのことが。ちょっとデビッド、プッチちゃん。一番頑張ったリッパーに譲ってあげるべきで、窓際の席は一つじゃないだろ。ごめん、先に行って席取っとくから。みんな窓際がいいじゃん。まだまだ元気だな、あいつら。ああ、人間に会ってから働き詰めで疲れちまったよ。そうだね。ヨナもちょっとふにゃふにゃしたいかも。そうですね。私たちも先に一息つきましょう。私、高級列車で料理を出すのが夢だったんですよ。あ、いいね。それはぜひとも楽しみですね。せっかくだし、あいつらも呼んでくるか。働き詰めなのは奴らも一緒だったからな。おい、いるぜ。あいつら呼び戻してくれないか。はや。ええ、お姉様。すぐお呼びしますね。さすが。執事じゃん。はや。え、どこにいたんですか、彼女。俺にもわからん。さあ、ベノちゃん、お席に座りましょう。ああ、僕たちいつも置いていかれちゃうね。疲れてるだろうし、リッパーはゆっくり来るといいよ。あ、でも、また病院に戻るなんて考えないでくれよ。それじゃあ僕もお先に。え、病院に戻るルートもあるのかい？モーリスとさ、トーマスのさ、最後の手記みたいなのはないのかい？暖かいな。めちゃくちゃいいじゃん、クリスマスっぽくて。一人ぼっちになっちまったよ。あ、今は使えねえんだ。おしゃれして
行きたかったけど。ってことはもうエンディングってことか。いや、すげえ長いゲームだったな。よ、お前ら。もういいんだな。飲み物は出してくれるか？ジャイルズ委員長が進んだ席の客席でお持ちです。お待ちですよ、オッケー。進んだ、あ、でもこいつらとの会話は変わんないもんね。じゃあ行こう。どこに、あ、めっちゃいいんじゃん、みんな。初めて向こうの世界の空を拝めるかもしれません。ルルちゃん、しっかり目に焼き付けておきましょう。そっか。イエサー先生、お前ら仲いいもんな。この列車に乗ったのは久しぶりですじゃ。前に乗った時はどうだった？うむ、そうですよ。最後に乗った時は、ヨナ様のお母様とワインの飲み比べで負けました。いやー、もう列車の思い出素敵。ありゃりゃ。メノムちゃんって将来どんな子になるのかしら。ノエリア先生みたいな素敵なお医者さんになりたいわ。泣いちゃう、こんなの。まあまあ、聞きました。なんて素敵な夢。かわいい会話。乗車記念に一筆いかがですかにゃ。あー、まだセーブさせてくれんだ。ありがとう。お前らの話は聞けないの。奥のちびっ子たちの。わ、すげえパンケーキ美味しそう。空飛ぶ列車デートなんて夢みたいだわ。二人きりじゃないみたいだけど、一生の最高の思い出になるってこと。ローシェル、もうにっこりしてる。人間世界に到着するまで美しい景色とともに美味しい料理もお楽しみください。わ、素敵だな。あ、あそこが俺の席か。じゃあお姉様、この後どうされますか？そうだな、記憶は戻ったし家に帰ってみようかなと思ったところだよ。それは本当ですの？気まずいし、ちょっとだけだからな。問題ないだろ。ええ、もちろんですわ。これがハッピーエンドってやつ。よかったっすね、姉子。いいね。お前らも来るか。俺の親父の知り合いなんだろ。ギルベルトの親父は俺たちの師匠だよ。そんじゃ、姉子が種から育てたミントティー、お土産に持っていくか。やめろ、恥ずかしい。いや、恥ずかしいの、それって。素敵な話じゃん。じゃ、俺の居場所に戻るとするか。え、これ出れたりしちゃうの？え、俺ピアノ弾いてみたりしようかな。弾けないけど。俺がここでピアノ弾いたら、ロマンチックな気がするけど。なんでこっちが行けるんだ？あ、行けるんだ。なんかあんのか？あ、よ、お前なんでここに？おや、こんなところまで挨拶に来てくれたのですか？それとも、まだ未練が？ああ、そういうことか。なんか、やり残したことなんて死ぬほどありそうだぞ。お前は何なんだ？戻りたいな。やり残したこと。エンディングは何種類あんのかもわかんないし。まあ、いっか、みんなのとこ帰ろう。そして俺たちの世界に帰ろう。メアリー。聞いたな、リッパー。待ちくたびれちまったよ。え、いいの？メアリーの隣俺で。さあ、みんなでお家に帰ろう。準備はいいかい？人間世界に帰ろう。それでは間もなく列車が発進いたします。席にお座りください。リッパー、窓際どうぞ。いい、いい、いい。ミアリーが窓際でキラキラしているところを見たいわ、俺は。いや、行くんだ。意外とリッパーそういうとこあるんだ。終わってしまうな。わあ、いいな。エンディング来た。ピザ食ってんのかな。なんだろう、あれ。美味しそうだな。いや、いいゲームだったな、めちゃくちゃ。でもまだ解決してないところはあるもんね。感染病棟の奥ってことは、感染病棟の送る、あはは、ジャイルズ。あ、健康、あ、でもそっか、吸血鬼って健康なのかどうかわかんないけど、まあ、幽霊の方がいいのか。いや、いいゲームだったな。音楽も全部なんかおしゃれでかっこよかったし、マップのデザインとかもすげえおしゃれだし、あのバッジみたいなやつで主人公の衣装がいっぱい変えられたから、2週とりあえずやったけど、2週目とかも普通に衣装変えながらやってたら飽きなかったしな。わあ、あったな。あとは感染病棟と、あれだ、通信室の暗号だ。
結局最後も通信室行ってみたけど、持ってなくて暗号文書みたいなやつを。だからどっかで手に入るんだろうね。やり残したことっていうか、いっぱいあるな。まだ。あと、バッジの、はめ込むところとかも、全部埋まってないし。あ、二人で、デートしてんだ。何したの？え、スライムだったの？オーレリーって。そうだったんだ。いや、素敵なゲームだったな。久しぶりに10時間とかゲームやったな。もう13時間とかなのか。素敵なゲームだったな。ゼナスが一番好きだな。あ、そっか、なんかスケルトンスーツみたいなの使ってるが言ってたもんね。なんだ、どういう能力だそれは。あ、パパとママ。あ、喜んでる。あー、感動じゃねえかよ。めちゃくちゃに感動、泣いてるわ、のっぽたちも。あー、そっか、ヨナ編か。ヨナんとこのお話も良かったな。いや、てかヨナと協力して未来変えていくのが良かったな。一周目は一周目であれだったけど、やっぱ二周目、あ、悪いヨナじゃん。カードゲームやってんのかな。あ、アイスか、アイス食べてんだ。いや、素敵なゲームだったな。もっともっとやり込めるんだろうな。でも、いや、とりあえず感染病棟の下りだけはなんとか取りてえな。あと通信室か、分かってるところは。金庫にまだ入れれる番号とかあんのかな。やっぱこの今映ってるところの暗号みたいなの解き明かしたらいけたりすんのかな。よくわかんねえけど。いや、すごいゲームだったな。楽しかった、めっちゃ。デザインがマジで全部おしゃれだったな。あの建築家のデザインもめっちゃ良かったし、あ、いろんなことを思い出しながら料理とか食ったりしたのか。エビ残してない。あ、エビの尻尾か。エビフライがあったもんな、そこには。エビフライの尻尾か。いろんなことを思い出してんだ。あ、メアリーかわいい。あと魔物飴の下りもあるな、絶対。魔物飴全部食うルートは絶対あるんだろうな。いやー、楽しかったな。おしゃれなゲームだった。あー、かっこいいな、お前らもこうやって見ると。メアリー美しい。リッパーずっと無表情なんだ。あ、あそこから出てくのか、俺たちは。いや、素敵なゲームだったな。おしゃれ。ずっとおしゃれだ。0時ぴったり。すっかり夜だね。あんなにいろいろあったのに、1日しか経ってないなんて、信じられないよ。あ、プッチ。帰ってきたら喋れなくなっちまったんだな。プッチちゃんすごく勇敢でかっこよかったね。ね。それに幽霊や骸骨って案外怖いものじゃないのかもしれないね。そうだな。ただでカレーを食わせてもらえたんだし、あの世界の奴らはいい奴らだったよな。ああ、母ちゃんのカレーが食いたくなったぜ。そういえばお母さん心配してそうだね。そうだな。いや、その通りだ。絶対母ちゃんが心配してる。ゾンとメアリー、あとリッパー、悪いが先に帰ってるわ。何かあったら後で電話してくれ。いやー、お前意外とそうなんだ。
不良とかそういうわけじゃねえんだあいつは。行っちゃったね。そういえばさ、リッパーはバスで来たと思うんだけど、もうこんな時間だと多分こっちまで来るバスはもうないよね。確かに途中まで歩いて帰るしかないね。確か同じ方向だったよね。それじゃあ僕たちも一緒に行くよ。まだあるの？あ、歩いてる。あ、なんかミアリーの事故の場所じゃねえの。そういえばこれ持って帰ってきちゃった。黒い雨、私もそれ見かけたよ。そう、魔界では魔物飴って言うらしい。向こうにいた時は怪しくて食べるのをやめておいたんだけど、デビッドがいろいろ食べてたし、少しなら大丈夫そうだなと思ってさ。うん、見た感じ変な香りもしないし大丈夫だと思うけど。ソンはその飴を一粒口に放り込んだ。マジか、勇気あるな。味はどう？味はうっすら甘い感じ。すごく美味しいわけじゃないかな。なんだ、でも向こうの世界の食べ物って食べれば食べるほどなんだか違う力が湧いてくるのよね。たくさん食べたら魔物になっちゃったりして。うふふ、そうかもね。そういえばこんなものももらったな。おお、なんだなんだ、待て待て待て、558967だな。まだあるんだ、やれるやつは。よし、精神病棟の子供たちが中にお宝探しの紙が隠されてるって言ってたわ。結局取らずに帰ってきちゃった。じゃあここであと2つエンディングがあることを教えてくれてんのか。じゃあ僕とメアリーはこっちからこっちだから。リッパー、今日はみんなを助けてくれてありがとう。また明日。なるほどね。まだ帰ることはできない。え、なんでなんでなんで、なんかあんの？リッパーは。ハッピーエンディング到達おめでとう。僕の、俺のことをもう助けてくれてサンキューな。感謝の印だ。こいつを金庫で入力してみてくれよな。あるんだ、まだまだ。サンキュー。あー、終わったんだ。ここか。ここで、まあ、トリップ珍味シチューで、ナースステーション戻って、じゃあせっかくなら手に入ったやつ全部やるか。入力する。まずメアリーのやつ、やろうか。558967。558967。お宝探しペーパーを受け取った。なんだそりゃ。お宝探しペーパー。どれだどれだどれだ？大事なものか。あ、てかクスへの手紙俺渡してなかったのか。背景学者くん、キノコ美味しかったよ、チャンシーハーコックより。あー、え、チャンシーからクスさんに宛てた手紙だったはずだが、宛名は立派になってる。あ、そういうことなのか。洒落たことするじゃねえかよ。そっか、え、あ、あった、お宝探しペーパーコンプリートを目指そう、飴探しゲーム。あー、飴8個あるってこと。次は13個あんの。賞金首の愛用クッション。はあはあ、飴俺は今9個だから4つ取れてねえのか。あえ、じゃあそれがエンディングのルートってことか。110725。ガールブローチを受け取った。ガールブローチ、あ、女の子になりますよってことか。じゃあお宝探しとかしましょうっていう話か。ってことはあと3つ取ってない。1、雪降る秘密の幽霊温泉。雪降る秘密の幽霊温泉。2、あ、クリア、取ってあるやつはクリアって出てくんのか。3、器用なスケルトンとお宝交換。へえ、あと1個か。怪しい研究所前クリア。紫の森、大きな怪物のそばクリア。マーケットのアイス屋さんの裏、あ、これで12個取れるってことか。あ、13個あるな。じゃああと1個か。どれ、どこだ。広い畑、忍者納豆の茂みの中に隠されて。オッケーオッケー。まあとりあえずザ・チンミトリップで雪降る温泉だから温泉に行かなきゃなんだ。
そんなとこがあんのか、どっかに。探すか、温泉を。お、こっち側にあったんだ。ここか、温泉。なんだなんだ、あー、いっぱいいる。ビークが崩れてもここは無事でよかった。湯加減最高、やった、見つけれた。成仏する。今お湯のモノマネしてるのどういうことだよ。どういうことだよ。茹でられて赤く変色してるタコか、お前は。いい湯だな。いや、温泉なんてあったんだ。お風呂入りながらコメディーが見たらいいね。癒される。おえー、おい坊主、フルーツ牛乳飲んだことあるか。え、飲みたい。マジ、お前あそこの赤い幽霊みたいになりたいの。え、どういうこと、死んでるってこと。ちょっと待って、温泉入っちゃう。フルーツ牛乳飲んだの、お前かろうじて息があるようだ。そういうことか。やった、温泉たどり着けたな。あ、これか、黒い雨。フルーツ牛乳くれ。ヤッホー、お風呂上がりにフルーツ牛乳はいかが。フルーツ牛乳、あー、なるほど、忍者納豆のフルーツ牛乳か。ありがとうございました。あー、なるほどね。忍者納豆牛乳美味しいよ。飲んだことないけど、飲んだことないのに美味しいとか言わない。いや、よかったよかった。わ、こんなとこがあったとはな。じゃあ次はなんだっけ、宝探しペーパー。よし、クリアになってる。器用なスケルトンとお宝交換ってことは、器用なスケルトンって言ったら多分感染病棟だよな、スケルトンになって。お、超レアだな、ダストジュエルじゃん。お、欲しい。わかった、魔界でも貴重な。これか。じゃあ交換しとくか。それよし、それだったら交換しよう。はい、これ、 ありがとう。やった、本物のダストジュエルが手に入ったぞ。一緒の宝物だ、ありがとう。気にすんの。あー、ダストジュエルを持ってないと交換できなかったのか、そんなことが。おー、まあ、右側の謎もまだ解けてないしな。汚染されてないといけないとか言ってたし。どうやって汚染されんのか。周りの草木が汚染で色が抜けていてわかるでしょ。危ないのよここ。汚染で色が抜けてる。え、完全に真っ白な状態だったら入れるってこと。そういうバッジでもつけろってことかな。で、次は、まあ、とりあえず今宝探しで全部コンプリートを目指すか。マーケットのアイス屋さんの裏、アイス屋さんの裏ってなると簡単だな。スライム、アイス屋さんの裏あったんだ。そりゃ気づかなかったぜ。アイス屋さんの裏、お前アイス、あ、ほんとだ、こんなところに。で、あと1個か、最後。なんだっけ、7だっけ、8だっけ。機械大扉クリア。7。広い畑、あ、ちょうどこっちじゃない。じゃあ忍者納豆のところか。そんなのがあったか。忍者納豆って言えばここら辺だよな。ガサゴス、あー、黒い包みラメ。あー、よし、これでコンプリートか。多分コンプリートしたな、これで。忍者納豆クリア。あと取ってないとこどこだろう。うん、とりあえずコンプリートしたな。じゃあ戻ろう。ナースステーション、さあセーブして、黒い飴全部食ってみるか今。食ってみよう。汚染されんのかな。魔力レベルがめっちゃ上がるってことだよね。糸作った、蓋作った。魔物飴くらいだもんな、だって。あと、あ、あとあれか、魔物飴と解読不能の文書がどっかにある。まあ、さっきの温泉もそうだけど、そういう空間がいっぱいあんのかな、もしかしたら。さあ、魔物になったぞ。全部食ったぞ。魔力測定器13以上、危険汚染レベル。
現在の魔力が13汚染レベル、直ちに魔力の摂取を控えてください。やっぱこれか、これだな。これで感染エリア行けんじゃねえかな。やっぱ汚染レベルとか書いてあったのか。まあ行くか。よし、これであそこに入れるはずだ。あそこ入ったらもうできることは全部終わりかな。まあ、まだまだたくさんなんかありそうだけどね。俺めちゃくちゃ汚染されてるから近寄らない方がいいぜ。ははは。怪我するぜ、よ。よ。さあ入ってみるか。汚染レベル最高値を検知。隔離施設にお入りください。おい坊主、本当に入るのか。隔離施設つったらもしかしたら外に出られなくなるかもしれねえぞ。ラボに侵入するよ。悪いな、入らせてもらう。え、おい、お前施設に入ったのか。その先は汚染度が高すぎて非常に危険なんだ。助けを呼んでくるからそこから動かずに待ってなさい。え、あ、死ぬの俺。奥に進め。あ、なんだ君、いつまで寝てるの。目起きて。誰、わ、誰、誰、俺誰。いや、いや、君誰。この施設は封鎖されているのにどうやってここに入ってきたの。リッパーの姿が壊れてる。え、ああ、まあいいや、ちょうどよかった。僕はネルソン・アダムスだよ。実は元人間で幽霊にされてここに閉じ込められてるんだ。君は？リッパーって言うんだね。残念だけど君の体はもうここの汚染がすごくてダメになっちゃってる。ごめん、やっぱはっきり言うね。多分君はここで死んだよ。ショックだろうけど、もう君はここに侵入してしまったからここから出られない。でさ、この後君どうする？もしやることがないなら僕をここから出してほしいな。あ、いいよ。お札を剥がす。ここはどこ？うん、どこだろう。何かの研究所。僕そんなに長い間魔界にいたわけじゃなかったよな。よくわかんないよ。お札を剥がしたらどうなんの？なんでもないよ。僕がこっから動けるようになって。君の遊び相手になれるくらいかな。僕もこっから出れないのは一緒だし。え、そうなんだ。あ、メガネも落ちてる。俺だったものだ。あ、セーブあんの？あ、できんだ。猫はいないのに。自由に。他は？なんか調べられそうなとこは。キーがない。こっちは、キーがない。キーがない。戻れる。出れんのか？あ、出られない。じゃあ、やることは一つか。行くぞ。誰かわかんねえけど。ついてこれるか。ありがとう。君、僕のこと助けに来てくれたの？そうじゃなきゃこんなところに来るのはおかしいもん。僕以外誰もいないしね。どうしたの？君と僕は初対面だろ。どうして急にそんな顔するの？というか、なんで僕のこと知ってるの？何その変な顔。元からだわ。なんでネルがこんなところにいるんだよ、ネル。お前、ネルソンの言ってた秘密の友達か。まさか本当にいるなんてな。ということは、ネルソンがここにいること知ってたのか。なんてこった。おい、やめておけ、リッパー。そいつはもうお前の記憶はない。ジャイルズだってそうだっただろ。え、どういうことなんだ。幽霊になったら記憶の大半がどっかに行っちまうのさ。じゃあ、僕はやることはあるからこの先に行くよ。ほう。ゆっくりだね。ダメだ。この体じゃ移動が遅くて嫌になりそう。どうする？取り付くのか、俺に。ねえ、君。もしこの部屋から出たいんだったら、僕が扉を開けてあげるからちょっと手伝ってくれないかな。まあ、断られても僕だって行く当てがないし、勝手についていくけどね。ネルソンがついてくることになった。へえ、勝手にしろよ。わあ、なんて書いてあるかわかんねえ。まあ、いいわ。わあ、かっけえ。行くか、こっち開けれるか。やっぱり正常されてるよね。でも生前に崩れたカードキーを実は持ってるんだよね。これで先に進めるよ。行こうか。
魔力測定器。13。オッケー。行くぞ。ここはなんだ？壁の奥で何かが動いてる。ガラスを少し叩いてみた。だが反応はない。中で雪が永遠に降り積もってる。怖すぎるだろ。はーい、なんだこれ。蛇のような生き物が瓶詰めにされてる。剥製のようだ。え、これ登れんの？ほー、どこ行きゃいいんだよ。ネルソン。おい、ネルソン、どこに行けばいいか知ってるか、お前。え、どんどん上に上がれそうだし、なんかあるな。研究文書に。空気に人間世界とは異なる成分が含まれている。人間世界で魔法を使うにはより濃度の高いエネルギーが必要となる。現状適しているものとしては魔物の血液である。試してみる価値はあるだろう。思い出した、こいつ。このメモを書いたやつは僕の父さんを殺した僕の大切な父さん。そいつはここで何か研究をしていたんだ。僕はそれを探りに来たんだけど返り討ちにされてしまったんだ。だから幽霊なんだお前って。今じゃあ仇取ってやろうか。俺もこの姿になっちまってやることねえからさ。仇取ってやろうか。わかんねえけど。こっちは、どんどん先に進めるな。なんだこれは。研究文書4。メアリを蘇生するには過去改変や高濃度の魔術など人間世界ではとても思えなかった手順を踏まないといけないようだ。ああ、そういうことか。ネルソンってモーリスの子供とかなのか。しかしどれもこれも本に細かく記載されているようだ。工程を一つこなすとその文章は消え新しい文章が現れる。まるで昔モーリスが買ってきたお料理ナビマシンだ。少し懐かしい気持ちになった。もしメアリーが生き返ったら彼も喜んでくれるだろうか。それとも僕を叱りつけるだろうか。もう止めるわけにはいかないからな。どっちでもいいか。父さん、どうしてこんなやつに父さんが。慰めてあげたいし俺は大丈夫だって言いたいけど、お前を通して言葉を伝えたって信じてくれないだろうしな。リッパー、そんな顔すんなって。息子をあそこから出してやったこと俺はお前に感謝してるよ。ああ、まあそうなのか。ああ、アイテムとして持てるわけではねえのか。おお、なんだこの部屋は。不思議でならねえ。レベルベータカードを拾った。ベータ、おお、こういうのが必要だったのか。これはなんだ。おお、なんだ。調べられねえぞ。調べられねえんだけど。あ、だから言ってた通り順番通り見ないといけないとかそういう話なのか。不思議でならねえぞ。ま、行くぞネルソン。気をつけろ。こっちは開けれたな。どこが臓器のようなものが入ってる。一定の間隔で何かにあるものが動いてる。怖っ。剥製のようだ。心臓とかなのかな。胞子のようなものを出してる。怖っ。不気味だ。お前もな。なんだ？研究文書12?12?僕はボロボロになった体を捨て、死の狭間をさまよった。あの時悩んだことは大事にしていたことを、肉体ごとそこに捨ててきた。今やこの研究所を徘徊するただの幽霊だ。僕が殺したモーリスも同じように病院内をさまよっているのだろうか。だとしたらあの手術台のある部屋に僕と同じように閉じ込められているに違いない。彼はあそこで息を引き取ったから。父さんの幽霊が手術台の部屋に。そんなことを今更知っても僕のこの体じゃ救い出せないだろうな。自分にモーリスがついていることを話す。父さんが。本当に？君はここに来るときその手術台を通って聞いたから。父さんが君に取り付いてるのか。ああ、俺が落ちた場所か一番最初。うん、本来だったら絶対信じられないけどこの世界はそうじゃないから君を信じるよ。父さんには僕は大丈夫だよって伝えてくれる。だってよモーリス。ああ、大丈夫じゃねえくせによ。待って。でおめえはなんでそんなことを話したんだ。俺はなぜかネイルに話しかけられねえし、ネイルも幽霊同士なのに俺が見えねえ。リッパー、ああそうだよな。お前は親友を救いに来たんだもんな。救いに来た親友はあとこいつだけだ。仕方ねえな。ちょっと恥ずかしいけどそのためになるなら俺の名前を自由に使ってくれ。父さん何か言ってる？僕のこと心配しているんだろうね。そういう父親だったもん。僕に会えてよかったって感じか。それは僕もよかった。あ、じゃあネルもリッパーたちと友達なのか。メアリーとかソンとかも。だけどネルが幽霊になった、なんか幽霊になると記憶が変わっちゃうみたいな。
今生きてる人たちの記憶が変わっちゃうだから、ネルの記憶を忘れてんだみんな。そっかそっか、ありがとう。君っていいやつだな。うん、ここにいても何も変わらない。僕も先に進むよ。そっか、だからさ、あのハッピーエンドみたいなの撮った時に、僕はまだ帰れないみたいなことリッパーが言ってたのか。研究文書14。過去に人間と魔物の接触があった際起こった事件。人間と魔物の2つの種族が共同で建てた大きな施設を祝いの席で、高濃度の魔力でコーティングされた道具に人間が触れたところ、突然狂い出したその場にいた魔物は見境なく襲った。この事件から分かる通り、人間が高い魔力を持つことは現状不可能である。なるほど。なるほど、だからトーマスの肉体は使い物にならなくなったのか。ネルソンもこの研究所に侵入した時点でもうこと切れてたのかもしれねえな。すまん、今のは聞かなかったことにしてくれ。なるほど。だんだん分かってきたな。終わりそう。最後の場所っぽいじゃん。こっちは。キーがない。あ、こっちはいけねえんだ。じゃあ順番通りにはなってんだ、一応。ベータのやつは持ってないと右側にはいけなかったの。じゃあ、この、触れなかったさ、やつは何なんだ？これは。どこからなら触れるんだ？あ、研究文書さん。よかった。驚いた。魔物の血を使った魔法は魔界でもとても強力なものだった。魔物の血は魔法力を含んでいる魔界の水の何倍も濃縮されたエキスというものだった。だがメアリーの蘇生にはもっと高濃度のエキスが必要になるだろう。この病院で一番魔法に長けていたものは誰だっただろうか。ああ、そうだろう。僕の親友ジャイルズしかいないはずだ。彼は魔法の扱いに長けている。誰かを生き返らせるなんて馬鹿げて。それのせいで父さんは殺されたんだ。それに親友を犠牲にするなんて。いや、まあそれでも守りたかったんだろう。僕にも大切な親友がいた気がするんだ。でもこの姿になったせいなのか記憶が全然ないんだ。それってもしかして君のことなのかな。そうなのかもな。だから助けに来た。だからもう安心しろ。行くぞ。俺が一番最初に落ちた場所に似てるな。レベルガンマカードキーを拾った。鍵のそばに文書が添えてある。研究文書13。来訪者だ。モーリスの息子ネルソンが一人でいろいろと調べ上げてここまで来たらしい。魔界まで来るとは思わなかったが大したものだ。人間世界からの入り口は僕でしか作動しないものに改造してあったはずだが。まあいいか、これでメアリーを見守れる。僕はまだ終われない。ネル、だからこんなところにいたのか。ここに入ってきた時には奴にすでに気づかれていたのか。そうだ、不意打ちを食らってしまったんだ。僕、幽霊になってから忘れっぽくなってしまったような気がするんだ。もっと他に大事なことを忘れているかもしれないけど、君のこととかね。そうだな。大事な親友の記憶が抜け落ちてしまってるみたいだ。そっか。俺たちは親友だったんだ。じゃあ、リッパーは、俺が動かしてここまで来たけど、そうじゃないリッパーは、本当にネルのこと忘れてなかったんだ。だからネルを救いにここまで来たかったんだ、本当は。こんな姿になって、自分の体がなくなったとしても仮に。なるほど。すげえ話だな。行こうか、ネル。あ、ネルの帽子ってことか、これは。同じ帽子だな。行くぞ、ネル。これは？ろうそくの木についてのレポート。ろうそくの木は人間世界における木とろうそく二つを混ぜ合わせて作られている。形は似ているものの、物質はかなり異なるものでできており、まるで真似て作られたものである。また、この世界のありとあらゆるものに同じ物質が混入していることが確認できた。この世界は、この世界を作った始祖の一部なのだろう。ああ、なんかシャドウがどうのこうのとかそういう話があったな。なんだ。研究文書15。新しい体を手に入れた。自分の記憶を消し、同じ孤児院にお世話になることにする。名前は体の持ち主ネルソンから取り、ソンと名乗っていくことにした。ソン！記憶が消える前に自分宛にメモを残そう。新しくなった自分に宛てた最後の手紙だ。じゃあソンって何なんだ。父さんと僕をこんなに苦しめ、痛めつけておいて。あいつは濃々と生きている。しかも俺の近くで。やつだけは絶対に許さない。ソンってそうなの？お前はソンが、いつ頃から変だと気づいてここに来たんだろう。いつ頃からか、変だと気づいてここに来たんだろう。まあ、確かに、ハッピーエンド取った時に魔物飴を食った時点で、こいつはちょっと変だなとは思ったけど。お前に取り付いてて分かった。
お前全部仕込んでいたんだな。手術台に落ちたことも、メアリーが過去に行くことも、メアリーが人間世界の魔法陣を起動して魔界に来たのも、孫の変化とか魔界のこととか、いつどこでどうやって知ったんだ。お前何者だ。俺何者なんだ。開くのか。真相変化。何の音だ。まさか、もしかしてあいつが帰ってきてるんじゃ。そうだ、そうに違いない。君がここにいるならどこからか入ってこれるはずだからな。僕は行くよ。君はなんとか脱出できるといいね。ここまでありがとう。じゃあね、バカ。お前行くな。俺も行くって。おい、まずい、追いかけねえと。何しでかすかわからねえ。追うぞ。まあそれはそうだけど、いろいろ調べたいことはある。闇についてのレポート。魔界の住民が呼ぶ闇とは魔界の始祖のことである。彼らは人間世界の最初の日から生まれ、この土地を作ったとされてる。あ、そっか。そもそもあのうつろい精神病棟で過去編見た時にさ、メアリーとソンはずっと一緒にいたんだ。俺とメアリーが出会うより前にメアリーと一緒にいたってのはそういうことなのか。これでメアリーをずっと見守れるってのはそういうことなのか。かつて、あ、彼らは人間世界の最初の日から生まれ、この土地を作ったとされている。彼らは一体何者なのか、何を目的に動くのか。シャドウってやつらだよな。まあ行くか。なんだ、ソンいいやつだなと思ってたぞ俺。結構行くか。すっかり騙されちまってたぜ。セーブがある。おいリッパー、おいってば聞けよ。人間の姿のお前から出てきたその真っ黒な姿は一体何なんだ。お前の目的は分かった。そろそろ俺にお前の正体を教えてもいい頃だろ。お前がしてること見ればただの人間じゃねえなんてことは誰だってわかる。この先にはあいつがいる。奴と対峙する前に、先に進む前にそれだけ教えろ。お前がシャドウか。ああ、ここまで来てもまだ話してくれないんだな。ち、いいよ。それじゃあ上を見ろ。この絵画覚えてるだろ。精神病棟にあった過去を見せる絵画だよ。こいつを使ってお前の過去を覗いてやる。ほう。え、人が倒れてる。わ、君、大丈夫かい？わ、これは、その、君って人間じゃないよね。僕の言葉わかる。わかった。人間じゃないならそうだな。君は目はないの？見える？僕のこと。色とかわかるかい？目、色。あ、ソンと出会ってんのか。うわ、目が生えた。すごいね。引っ込んでた目が出てきたのか、自前で生えたのかわかんないけど、すごくかっこいいよ。僕の目は2個ある。目は色とか景色とか、そういうものを頭に入れる役割をしているんだよ。第一発見者が僕でよかったね。他の誰かだったら研究者に引き渡されて解剖されてたかもよ。手当てしてあげるから僕についてきて。孫、いいやつだ。どこの異世界から来たの？もしかして君、家に帰れないのかい？うん、それじゃ、僕の秘密基地を貸してあげるよ。住むところはとりあえずそれでいいよね。あとはそうだな。しばらくこの世界で生活するには、見た目だけでも人間にならないとね。そうだ。僕の父さん、怪奇現象とかそういうものを記事にする仕事をしてるんだけどさ。時々そういうグッズとかも買ったり、もらったりしてきて、僕の秘密基地に置いていくんだよ。この等身大呪い人形の中、あー、空洞になってるみたいだから一旦これを被ってみたらどうかな。あ、そういうことか。だから、あの、庭で、なんだろう、占いみたいにしてもらった時、毎回生き人形だったんだ。リッパは人形なのか。あはは、似合う似合う。いいね。それで君はなんて言うの？もしかして名前もないの？じゃあ僕がつける。今日から君はリッパーね。いい名前でしょ？ははは。いいで、おい、叩かなよ。ちょっと笑っただけじゃんか。気に入ってもらえたなら嬉しいよ。この孫ってさ、もしかしたらさ、なんか、あれなのかな。トーマスに乗っ取られる前の本当の純粋な孫なのかな。そうだ、見せたいものがあるんだ。それとももう孫、トーマスなのかな。こっちに来て。うわぁ。綺麗だろ。森を抜けないとここには来れないから。ここには誰も来ない。ここは僕だけの秘密基地なんだ。ああ、これが綺麗。君の世界に夕日はないの？だったら見れてよかったね。見てるだけで心が温まるでしょ。
ああ、その通りだ。私が来た世界には何もなかった。ただ、この世界を覗いた。私と同じ種族がそれを模した世界を作り上げた。しかしこれは本物だ。私が見たかったのは偽物じゃない、これだったんだ。なんか複雑な事情があるんだね。でも喜んでもらえたならよかったよ。リッパーは異世界から来たんだ。ここは人間の世界、つまり僕たちの世界。リッパー、君もここにいていいんだよ。小屋はずっと貸してあげる。もちろん故郷が恋しくなったら帰ってもいい。その代わり、君がいた世界のワクワクする話もっと聞かせてね。親友じゃねえかよ、これは。リッパー、父さんが帰ってこなくなったんだ。いろんな人に聞いてみたら、トーマスさんと会ったところから行方不明だって。あ、お前がネルソンか。お前がネルソンなんだ。じゃあネルソンの体を奪ったんだ、トーマスが。お前がネルソンか。じゃあやっぱネルソンは親友だ俺の。その人と会ったっていう。廃病院に行ってみたら、奥の部屋に大きな魔法陣のようなものがあったんだ。君、使い方わかるだろ。教えてくれ、頼む。そしたら君も元の世界に帰れるだろ。そういうことか。私は帰りたくない。ここでネルソンと暮らしたい。そうか、いろいろあったんだね。じゃあ仕方ない。ちょっと心配だけど、パパを探しに僕一人で行ってくるよ。わ、覚悟してんな、顔が。その後ネルソンが帰ってくることはなかった。そうか、今の姿はお前の本来の形なんだな。人間世界に落ちて、そしてネルソンに助けられて、それで。そうか、だからこんなところまでネルを助けに来たのか。食べ物の味、うん、甘いとか苦いとか酸っぱいとか、それを教えてくれたのはネルソンだ。私はそれをとても気に入って食べることが好きになったんだ。あー、そっか、底なしの胃袋とかも伏線だったのか。痛みとか温かみを教えてくれたのも、初めて楽しいという感情を知ったのも彼が教えてくれたんだ。私は彼と出会うまで何もなかった。自分はそういうものだとばかり思っていたけれど、友情や愛で私は満たされる、幸せになる権利があるんだ。私は彼が変えてくれた。私の心の穴は埋まった。ああ、なるほどね。お前は今までやけに冷静だったな。何が起きても淡々と進んできたのも怪しかった。それはこうなることを全て分かってたんだな。おめえがどんな存在なのかは知らんが、人間じゃねえのは最高に納得な事実だね。お前はこの先進む覚悟はあるか。奴が待っているなら何が起こるか分からないからな。何があってもネルソンを助けたい。私の願いはそれだけだ。そうだよな。まあ俺が何言ったってここまで来た以上、結末は変わらないか。行こうぜ。行こうか。そっか、ハッピーエンドなんてなかったんだな。ミアリを助ける話じゃねえんだこの話は。僕の体を返せ。おい、聞いてるのか。リッパー、君は切っちゃダメだ。こいつと関わったら君だってどんな目に遭ってしまうか。リッパー、どうしてここにいるの。そっか、本を読んでたってのもそういうことだったのか。こんな危険な場所に来ちゃダメじゃないか。さあリッパー、こんな危ないところ、さっさと出てデビッドたちと元いた世界に帰ろうよ。どうしたの、そんな怖い顔して。うん、そうだな、つまりこういうことかい。君がここにいるってことは、この施設の資料を見てきたんだろ。ってことは僕が損じゃないことも知ってしまったんだね。でもそれは違うな。君は僕のこともっともっと前から知っていた。そしてもっともっと前から僕をここへ連れてきたかったんだよね。俺の正体。おや、だんまりか。それじゃあ僕の君についてのレポート、その答え合わせしてくれよ。僕はそんなにバカじゃない。図書館で君に出会った時から君のことをずっと調べてたんだ。君が魔物であることを知り、魔界で君の資料を探した。その中のすごく希少な本の中に君たち闇の一族の本を見つけた。君らは魔界自体を創造した創造主であり、この世界のものは君たちの体の一部に過ぎないと。本当なのかい。もしそうだとしたら、僕はこの世界の神様を怒らせてしまったということになるね。それ本当なの。君は大切な友達ネルソンを僕に奪われて、ずっと反撃の計画を練っていた。しかし神である君がどうして運命を組み替え続け、
僕を魔界に引きずり込んだんだろうか。そんな回りくどいことをしなくてもすぐに僕を殺して体を取り返せばよかったな。僕が考えた答えとして、原因はそう、メアリーとデビッド2人の人間だ。僕を魔界に誘い出すには2人は鍵になる。必ず魔界に連れてこなければならない。そして君は神、霊源、濃く凝縮されたおぞましい魔力の塊。一緒にいたら2人は狂い死んでしまうだろう。2人と君が一緒に行動できる限界、それは人間世界の時間で1日だ。2人を生かすために君は魔界のあらゆるものを利用し、この全てが君の都合のいい時間軸を作り上げたんだろう。いや、頭良すぎるだろう。どう、合ってたかな。君は人間世界に来た時、僕に出会ってしばらく一緒にいただろう。どうして人間の僕は平気だったんだ。それは君が特別だからだ。君の体を奪って感じた。君の体はどういうわけか魔力に高い耐性がある。神であるリッパーと一緒にいても平気なくらいになる。でたらめ言うな。人間世界でリッパーは君の友人たちと一緒に長い時間過ごしたんだ。その友人が無事なのはおかしいことなんじゃないのか。ははそうだね、確かにそうだ。その答えは君の後ろにある。ああ、人形か。うわ、そうやってずっと皮として被ってきた人形を使えば彼らと接触しなくても済むじゃないか。本当なの、リッパー。さて、リッパー、改めて考えてくれないか。君は見事僕をこの研究所におびき寄せ、これからネルソンの体を取り戻しハッピーエンドとなれ。しかし魔界はどうだろうか。君が時間軸をいじりすぎて元の運命よりかなりカオスになってしまった。運命の闇に消えた誰か、その多数もいるんじゃないか。果たしてどっちが悪なのか、もう一度考えるべきだと思わないか。なあ、君も考えてみてくれよ、ネルソン。一人の親友のために世界を無限に作り直す。結核病棟担当医は何度も家族と離れ離れにされている。精神病棟の患者たちは何度も死ぬ瞬間を味わってる。君が切り離した時間軸は君が納得いくまで繰り返し繰り返し、君の欲望のためにこの世界の人々は苦しみ続けるんだ。君と僕とどっちが残酷なんだろうね。聞かなくていい、そんなクズの言葉。リッパー、君は悪いことは何もしてないよ。苦しみからみんなが救われる世界を求め続けただけなんだろう。君はみんなの幸せを叶えた。だから負けちゃダメだ。あいつはこの世にいちゃいけない。魔界の力に酔いしれてる。放っておいたら僕と同じ犠牲者が出るかもしれない。君以上に彼は予言書を使って世界を自分の都合のいいものに書き換えてる。だからあいつを懲らしめないと。なるほどね。僕を殺すの。こんなことになるならリッパー、君も殺しておけばよかった。君もってどういうことだろう。なんだ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 、お仕置きの時間と全然違うゲームになった。こう様子を見る。オブサーバー、なんだなんだ。あー、剣か。それその余裕の顔ムカつくな。それはそうだ、君はこの世界の神、魔術を学びたての人間が勝てるはずもない。大きな力を持ち自由自在に運命を変えられる。だったら最初から都合のいい僕のいない世界に作り変えればよかったじゃないか。しかしそうしなかった。どうしてだと思う。メアリーがいるから。様子を見る。今回は攻撃しない。いや、それシスターにもらった剣じゃねえの。君はネルソンを失い、それを取り戻すため都合のいい世界に書き換えなかったんじゃない。書き換えられなかったんだ。君は魔界の神だから人間世界では満足に力を使えないんだ。あ、そういうことなの。僕が予想するに、せいぜい時をいくらか戻せるといったところなのではないかと。その力の及ぶ範囲に僕を消せる部分が入ってなかったんだろう。あ、じゃあさ、ヨナがさ、仲良しって言ってた魔王ってもしかしてさ、リッパーのことなのか。いや、僕を消してしまったらネルソンごと生まれてこなくなる可能性もあるね。神である君も思い通りにいかないこともあるってことだね。様子を見る。オブサーバー、ダメージは受けてんのか、これ。だからネルソンを奪った僕を消し、彼に干渉しないようにするのではなく、ネルソンを助けに行く道を選んだ。そして人間の世界の時間を巻き戻し、子供たちが魔界に干渉するように仕向けた。
計画を遂行する中、一つ問題が起きた。君は一緒に行動するうちにメアリーやデビッドも大事な友達になってしまったんだろ。そりゃそうだろ。だから魔界に僕たちが入った時、君はむやみに力を使い、その正体は明かさず、何度も何度も時間を巻き戻して自分が気に入る人間が幸せになる未来を探したんだ。ああ、そういうことか。じゃあ、あのジャイルズが言ってた、なんて奇跡なんだって言ってたのは、全部もうリッパーがやったことなのか。さしずめ、君はこの後僕から体を取り戻し、ネルソンを救えれば目標達成といったところだ。メアリーもデビッドも魔界の住民たちも助かってハッピーエンドか。バカバカしい。様子を見よう。トーマスまでも救おうとしてんのか。ずっと観察ばかり。僕をもてあそぶのもいい加減にしてくれ。様子を見る。ずっと剣を振ってるな、お前は。あ、何も起こんないのか、こっからは。様子を見続けても。結構何回も様子見するってやっても意味ないのかな、もう。こっから攻撃するしかないのかな。様子見する。なんかクリックできそうな場所とかも特になさそうだよな。まあ様子見、あと5回ぐらい様子見て何も起こんなかったらちょっと考えよう。何も起こんないな。攻撃するしかないのかも。多分攻撃するしかねえんだな、これ。もう多分10回ぐらい様子見てるけど、会話も何も起こんなくなってきちゃった。じゃあ攻撃するか。もう何も起こんなそうだし、ずっとこれだもん。もう10回ぐらいはやったけど何も起こんねえわ。攻撃しよう。アタック。うわ、こんな小さな魔法じゃ君に効くわけないか。僕がこの研究所に戻ってきた理由を把握しているのか。君が僕を殺しに来るのが分かっていたから、その対策を組んでいたのさ。おお、何をするんだい。様子を見よう。何をする気だ。なんだなんだなんだ。君は正しいことをしているつもりだろ。僕はモーリスを殺した感覚を覚えてるんだ。今の感覚ではなく前の感覚で、僕以外だって同じ苦しみを無自覚で感じてた人がいたんじゃない。ジャイルズやヨナ先生、ゼナス先生に君の大切な友人だってそうだ。君には繰り返す側の気持ちなんてわからないか。様子を見よう。どういう魔法なんだそれは。時間を巻き戻しているからわからないと思うか。時間を巻き戻して記憶がなくても、一度通過した苦しみは魂に刻まれ消えない。君が満足するまで僕は僕以外のみんなも生き地獄なんだよ。でもその記憶を引き継いでるわけじゃないんでしょ。だって君がここに来るのが分かっていて、僕なりに対策したつもりだったけれど、こんな魔法じゃ太刀打ちできないな。まあ、神なんだもんね。僕のことジロジロ見てるのもいい加減にしてくれよ。ああ、もう様子見やめていいよって意味かな。攻撃してけよってことなのか。来いな、攻撃しよう。そういうことか。うわ、なんかやばそう俺の能力って。ああ手強いな。僕はメアリーを守りたい。まだ生きる権利があるはずだ。お前もなんかあんの、能力が。なんだなんだなんだ。様子を見よ。なんか凍りつけさせられたのか。君は己の開いた穴を埋めてくれたネルソンという存在のために世界をぐちゃぐちゃにしたんだ。外見は綺麗で平和かもしれない。でも中身はどうなってるのかな。なんか覚醒してんな。画面がもうわからん。ああ、君には歯が立たない。この世界は君の領域だ。そりゃそうか。僕は今ここで君の前に現れ、倒されることでこの地獄のループは終わる。むしろ感謝してほしいね。
なんでお前はそんなに頑張るんだい。さっさとやれよ。この瞬間のために君は努力してきたんだろ。まあ君くらいの存在からしたら、もしかしたらただの暇つぶしだったのかもしれないけども。メアリーを殺そうとしたトーマスとは別人のようだな。あいつって何だったのじゃあ。あいつってもう孫はトーマスに乗っ取られてる状態だから、あれって本当にもう何だったの。攻撃するか。じゃあ孫が見せた一つの終着点だったりしたのかな。これでよかったのか。ボロボロじゃねえかよ。引き剥がすです。なんて書いてあった。ああ、トーマスと引き剥がしたのか。ネルソン一緒に帰るぞ。体中が痛む。ああ、戦っても勝ち目はないだろうと思っていたよ。だって君はこの世界の神に等しい存在なんだ。ああ、僕はここまでみたいだな。ここに来るまでに何もかも奪って何もかもなくした。当然の報いといえばその通りだろうな。魔物の血を使って魔力を使っているとき、力や自信が体の奥底から湧き出てくるんだ。でもその代償は大きい。肉体もものすごい速度で壊れていくんだ。そしてこの力に満たされている君にあるものは無なんだろう。僕は逆に君と戦って昔の幸せだった気持ちが少し思い出した気がするよ。ありがとう。最後に君に、リッパーに聞きたいんだ。僕たちってさ、お前それモーリスの時と同じじゃん。いい友達だったよね。それ決め台詞みたいになってんな。お前はバカ野郎だな。いつも俺に相談せず一人で悩みを抱えやがって。リッパーよ、お前のおかげで俺少しは報われたよ。ありがとな。俺ももう行くよ。トーマスを迎えに行ってやらないとだから。ネルソンは頼んだ。奴を守ってやってくれ。やめろ。お前がそんな顔したら俺、悔いが残って成仏できねえじゃねえかよ。さよなら、ネルソン。いや、違うな。次に生まれ変わるなら、またお前の父親になりたいから。特急で生まれ直してくるぜ。またな。かっけえな。ネル行くぞ。うん。僕はもう大丈夫。全開ではないかな。ちょっとまだリハビリとかいるかもだけど、腕も足もちゃんと動くよ。君がメガネを持ってきてくれたおかげで目も見えるし、何より久々に生身になれて最高に気分がいいよ。ところで君は大丈夫？ああ。ああ。ここに来るときにバラバラになっちゃったからちょっと不格好だね。でも似合ってるよ。さっきトーマスは君は神みたいな存在って言ってたけど、この入り口だってその気があれば、いとも簡単に壊すことができるんだろ。おい、リッパー、リッパー、そこにいるのか。リッパー、返事して。あ、みんな助けに来てくれたのか。君の友達じゃないか。返事してあげなよ。返事をする。リッパー、よかった。待ってろ、今行くからな。おい、ダメだバカ野郎。お前が入ったら一瞬で死に溶けるぞ。さっき説明しただろうがよ。そんな。じゃあなんでリッパーは平気なんだ。ああ、じゃあ、ゼナスは全部わかってたのか。だってサンプルをやったみたいなことも言ってたし、ジャイルズに血を与えるときに、レア物だぞみたいなこと言ってたから、ゼナスはもう全部知ってんのかな。それに孫君は、どこに行っちゃったんだろう。さっきから見当たらないけど。とりあえずそれどころじゃねえだろ。リッパーは中にいても平気なんだろ。じゃあ俺も大丈夫だ。俺この中に入って助けてくるわ。お前と俺は違う。なんで、お前は話聞かねえんだ。もう一度説明するが、お前も、俺たち魔界の住民もこの中の毒には耐えられないんだよ。俺たちが施した何かが高濃度の魔力から守られているのか、
または特殊な存在なのか。何にせよ奴は無事みたいだが。じゃあどうしろってんだ。一生このままなのかよ。デビッドさん、この施設はもともと毒薬の開発に使用されていました。しかし何者かが施設内の道具を悪用し、高濃度の魔力と不明な成分で汚染されてしまいました。そして先ほどリッパーさんやゼナス先生が集めてくれた情報から推測すると、不明な成分は人間世界の物質ではないかと思われます。私たち感染病棟の職員も長い年月をかけて浄化を行ってきたのです。今すぐ浄化して子羊さんを救い出すのはとても難しいですわ。ノエリア先生のおっしゃる通り、これはすぐ解決できるほど簡単なことじゃありません。なんでだよ。リッパーは命かけて俺たちを助けてくれたのに俺たちは何もできねえのかよ。いやお前かっけえな。違うわデビッド、時間がかかっても何としても助けなくちゃ。その通りだぜ。ヨナたちも手伝うよ。はい、何でもお申し付けください。俺にはたくさん仲間がいる。皆さん、おいよ、やるぜ。ええか、リッパー。もしかしたらすごく時間がかかっちまうかもしれねえ。けど絶対助けるから、信じて待っていてくれよ。デビッド、いい友達だね。この施設からすぐ出ないの？ああ、そっか、少し疲れたんだね。それじゃあちょっと眠ったらいいよ。自分ではここから出ないつもりなんだろう。そこまでしても人として彼らに接したいんだね。君が住むなら一緒にいるから。お互い暇だろ、長くなるだろうし、いろいろ話聞かせてよ。僕を助けるまでの大冒険をさ。ああそうだな。いやこいつらいいな。そうすることにする。わあいいな、よかった。もうあのハッピーエンドがすげえよかったから、もうエンディング撮んなくてもいいかなとか思ってたけど、やっぱ撮ってよかった。あーデビッド、お前だいぶワイルドになったな。もしもし、おい、もしもし。あ、じゃああの悪ヨナとあれなんだ、見た過去編みたいなので魔物飴の下りとかの下りを今やってんのか。今からそっちに行くから繋げてくれるか。ん、デビッドか。あ、遅かったじゃないか。前言ってた通りの薬品は無事くすねてこれたか。くすねてきたんじゃねえよ、ちゃんと許可取って持ってきたんだぜ。ああ、そう、じゃあ魔法陣を起動してそっちに繋げる。ついでにゼナス先生も呼んどいてくれねえか。わあ、もうお前ら人間界に帰るとかよりもリッパーを助ける方を選んだのか。見せたいものがある。わかった。そういえばメアリー氏はどちらに？あいつはちょっと今無理だ。なぜ？もう少しで子供が生まれそうなんだよ。前も言っただろ、今は人間界の病院にいんだ。あ、行き来してんの。そういえばそうだ、すまない。だがそう聞かれるとお前は嬉しそうにするからついからかいたくなるんだ。満足したから切る。え、デビッドとメアリーが結婚したの？おうよ、じゃあまた後で。生意気になりやがってよ。よし、よしよし。俺は今日この日をずっと待ちわびてきた。もし成功してラボに入ることができたらリッパーに会える。なんて声をかけよう。一人で何ブツブツ言ってるんですか、デビッド博士。デビッド博士、お前、友達を助けるために博士になったの、あの感じで。え、誰だ？ヨナかな。あ、なんだ、エヴァか。何してんだ、そんなとこで。俺今忙しいし、今は放っておいてほしいんだけど。忙しいってなんです？廃病院前でブツブツ言ってて超怪しいんですけど。うっせえ、ほっとけ。今日のスケジュールを声に出して記憶し直してたんだよ。母ちゃんが探してたぞ、さっさと家に帰れよ。ママならさっきすれ違いましたけど。それにマロウ君博士が今日は大事な実験なのにサボりやがったって愚痴ってましたよ。俺休むって前々から言ってたよな。なんで文句言われなきゃいけないんだよ。マロウ君博士はデビッド博士のこと大好きですからね。誰なんだ？知らねえよ。とりあえずお前はどこかに行ってくれ。うふふ、いいんですか？みんなに行っちゃいますよ。何よ、別にいいよ。大体お前俺の妹なんだから気持ち悪い敬語やめろ。いや、妹なんかい。本当に3日前も1週間前もというか定期的にここに来てませんか？お前ストーカーすぎ、気持ち悪。全部言いふらしますけど、きっと博士のファンみんなこの病院に会いに来ます。そんなデビッドってファンがいるぐらいのすごい人になってんの。
くそ、何してほしいんだ。いや、単純に知りたいんです、あなたの秘密が。はあ、怪しい噂があるデビット博士の真実。突然家具や物を浮かせたりしたことがあったらしい。すごいな。目の前から突然フラスコが消えたりとか、あとその首の縫い目も怪しい。なあエヴァ、噂ってのはどんどん尾ひれがついてでっかくなるんだ。首のは最近流行のおしゃれ。はい、秘密終わり。おしゃれなの。あ、そういえば私その瞬間の動画全部持ってるんですよね。博士は消したつもりですけど、私が全部バックアップ決めてます。ああ。で、教えてくれるん、お兄ちゃん。一歩も引かねえなお前。ああ。覚悟はあるか。もちろん。じゃあついてこい。やった、やっとお兄ちゃんがエヴァに教えてくれる。言っとくけど誰にも言うなよ。もし言ったら俺じゃねえ奴らが容赦しねえぜ。もちろん、合点分かりましたとも。いい関係性。デビット主人公じゃねえかよ。かっけえな。エンド。あ、ここで終わんの、ここで終わんの。出会えたとことかは教えてくんねんだ。うわ、そうなのか。わ、いいな。こっち側のエンディングの方が、うわ、すって終わるじゃん。すって終わってすってなるんだ。はえ。え、あと一個さ、わかんないのは通信室の秘密文書だけど、どっかにヒントあんのかな。まあ、とりあえず今俺ができることはここまでかな。一応エンディングが2種類取れたってことなのかな。一番最初のやつがエンディングだとしたら3種類は取れたのかな。というわけで、だいぶ長くやってきましたが、ゴーストホスピタルここまでにしよっかな。わ、秘密文書気になるな。いやー、でも目星がなんもないんだよな。それなので、まあここまでしたいと思います。いや、めちゃくちゃ素敵な作品でした。イラストも良かったし、お話も良かったな。気になった方はぜひやってみてください。